はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。高須庵工房の高須庵です。サイドキッカーのジキルです。サブキャラのダックスです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、あの、サブキャラのダックスさんが、あの、持ち込み企画のダックス庵の第2弾ということなんですが、あの、この後ね、僕もどう転ぶかわかんないんですよ。で、初めての動画は、さっき、先ほど収録した何でした？ダックさんの第一弾、第二弾何でしたっけ？アートのやつか。はい。まあそれ一回やってみたことですし、ダックさんさん、ダックスさんももうちょっと慣れてきたかと思うんで、仕切ってもらおうかなと思いますね。この後、テーマ紹介から、あのまあ僕らももうガヤに徹しますんで、そしてジキルさんなんかあるんですよね。僕に対して。なんかあるんですよね、僕に対して。あの時々ですね、あの高須さんが、もうスタンドプレイに入り込んでしまって、まあ、一人でダラダラベラベラ喋り出すんで、誰も止められない暴走、マッドマックスフューリーロードのような状態になるわけですよ。今もなりかけてますからね。まあちょうどマークもこれに似た V8 みたいなね、これに似たマークを作りましたんで、高須さん喋りすぎっていう。これがね、あのイエローカードのように出るらしいですわ。で出ないことをね祈ってますよ、こんなもん。もうやめましょう。僕は出そうとすればいいわけですか。そしたら止めてくれるってことですか。止めるよ。止めますよ。まあわかりました。で、はね、新ルールもできたんで、あのみんな、プレゼンターがね安心して喋れますんで。そうですね。今日なんでこんなに俺口が滑らかなんやろなってくらい言葉が溢れ出す。今さ、タイトルコールしようとしてるんや。ごめんなさい、速攻出ちゃいますね。じゃあまあどうぞどうぞ。はい、じゃあちょっと持ち込み企画というか、まあ今日せっかくこういう場なので、あのちょっとしたお悩みを2人に聞いてもらおうかなと思って、でそのお悩みに対してお二人からまあ意見とかいろいろもらおうかなっていうところで、乗るよ乗るよ。そのお悩みに対しても聞きたいですね、どういうものなので、まあさ、お悩みなんですけど、これなんですよね。ちくばれ。ちくばれって、まあちょっと造語的な感じかもしれないですけど、あの僕、こう、シャツとかを着てると、乳首が出ちゃうんですよね。どうしても。わかる。わかります。俺も。わかります。俺も。うん。ジキルさんどうですか？あるよ。ありますか？ある、ありますよ。しかも、あの、まあお店はできないんですけど、結構出るんですよね。それを、いや、わかります、わかります。そこを僕としてもどう防ぐのかというのと、今お二人もそのちくばれをするっていうことで共感。その現象をさ、ちくばれって説明してなかったね。言うの。いやいや、まあそもそもちくばれっていう言葉を高須庵さんがあのまあ作ってくれたというか、今ちょっと思いついただけやねんけど。でもわかるんですよ、僕夏場とかにT シャツ2枚着ててもちくばれします。はい、そうなんですよね。だ結構やっぱり皆さん同じ悩みがあるんじゃないのかと。ありますね。いうところで、じゃあ僕としてももう僕はもうあるもんだと思って、こういう見えない服とかを着がちなんですけど、やっぱりこう薄いシャツを着たりとか、そういうのをしたいなって思ってるんですよね、本当は。え、でも夏場とかはどうしてるんですか？夏場はもう、あえて、その中に、こう、絆創膏貼るとかっていうのをやったことがあったんですけど、でも、今度はピチッとした服を着ると、絆創膏がこう見えるんですよ、ね。すげえな、それ。それ。ちくばれからバンバレする。バンバレの、その絆創膏のこの四角い、また分厚いところだけより目立つみたいな。マジっすか？そういうのになるんで、できるだけそういうのは控えたいんですけど。控えたいね。控えようと思って控えれるならもういいですよ、ね。控えたいよ。でしょ、はい、間違いなく。なんですけど、それをこう、お二人として何か僕に対して助言をもらえないかなっていうテーマでいきたいなと思って。まあ、まず一つ目はそのお悩み相談的なんで、このちくばれ。じゃあ、今聞いた中でも具体的に、はい、絆創膏を貼ったことはあるけど、あります。解決方法ではなかったということわかりますよね。でも夏場はどうしようもなく薄い服は着ないと無理じゃないですか、そんな。だって着てない方が、ちくばれしてるより、真夏にセーター着てる方が気狂ってますよね。で、
僕も分かるんですよ。だからシャツでも無理です。あ、だからあのシャ T シャツの上にカッターシャツとかワイシャツでも乳バレします、ね、はいはい、確かに確かに、うん、なんでその辺って結構難しくて、僕も仕事上スーツとかは着るんですけど、はいはいはい、まあ夏場とか半袖とか、うんうん、あの着てもブラウスとかでも出ちゃう、うん、ブラウスブラウスブラウスはあのジキル的にどうですか、レディースレディースですかやと思う思うねレディースやレディースブラウスを着るマイヤーマイヤー、はい、なんですよね。だからその辺っていうのもやっぱりシビアな問題なんですね。でもね、はい、洗濯するのってお母さんやね、子供の頃子供の頃子供の頃、はい、でその頃昭和の時代やから、うん、あのお母さんはブラウスって言ってたりしてた。あ、そっちの話そっちの話してたと。その話ですね、はい、そこまあいいや、そこ いいんじゃないかなっていう、うん、でもあれじゃないですか、そのジキルさんは結構長い間、うん、あのアパレル店員さんでしかもスーツを販売してたお店で勤めてらっしゃいましたね。その時そういう同様のお悩みとかお客様からなかったですかね。一回もなかったんですか。一回もないよ。ないですか。え、ある、ありました、ある、思い出しました、思い出した、はい、でも、うん、そのお客様は、うん、あ、悩んでるっていうよりもあの雑談でおっしゃるケースが多くて、うん、あの白いポロシャツ乳首浮くからな、うん、あ、じゃあ黒にしときましょうかとか、あ、そういう、でも それは一つの解決法ですよね。もう一つの解決法、あ、確かにその白とか、うん、ね、あの黒身の服を着ると目立たなくなるっていうのはよく言いますよね、うん、まあ、結局立ってるんやけど、うん、なんという生命力なんでしょうね。尋常じゃないぐらい出るんですよね。なみなみならぬこう出方をしてくるんで、はいはい、多分お二人の想像よりも出てるかもしれないですけど、あ、シャラポってるんだ。シャラポンタス、また新たな言葉が出ましたね。あ、素晴らしいですね、はい、でもそれマリア・シャラポワとは何の関係もないよね。いや、ちょっと言ってみただけで別に、はい、いや、あの誰も言わないんだったら僕から一つ案というか、はい、解決方法かなっていう、はい、高須案がある、高須案が、あの高須案があるんですよ、うん、アイデア一つ、うん、これあれですよ、ブレスト的に一つ出すだけで解決の、まあ、なんか一つ突破口を足りえる、そうですね、糸口的なね、うん、そういうやつね、はい、あとブカブカの服を着るっていう、シャツもブカブカにするっていうか、はいはいはい、ワンサイズ上げる、でもこれそのまあいいや、自分で突っ込んでもいいかな、うん、そうするとこれ出されそうな気がするんですけど、さっきほどのご意見で、うん、ぴっちりしたシュッとした服を着たいって言ってたから、うん、もうそもそもあかんやないかっていう話があるんですよ。それ分かっててまずは言うとこなんですけど、うん、やっぱりそのちゃんとたっぷりした服だと立っててもここにエアポケットあるんで、うん、あのそれ反映されないですよね、服には。はいはいはい、っていうのを思いついたんですけど、そうですね、うん、まあ、ただそれが T シャツとかだけだったら16で肌につくからブカブカの服でも立ってんのは乳バレするんですけど、うん、でもシャツとかだと、まあ、空気はらんでるから、うん、大丈夫かなって、はい、あの乳バレっていうのはさ、そこが乳首だとバレるということを言うそうですね、いや、そうですね、うん、まあそれ以上の言葉も含まれてると思う。なるほどね。そこが乳首だとバレると同時に、うん、乳首が立っていることがバレているという、バレている、乳首が反映、乳首が洋服に反映されているということをバレるっていうふうに比喩的に表現しているっていう言葉も、うん、でもあります。ああ、はい、だから何なんでしょうね。いや、まあだから乳バレでいいだと思うんですけど。あ、なるほど。あとこのまま僕が喋り続けていいんですか。え、だからもう一つ思い浮かびましたね。じゃあまずそれ聞こうよ。もう解決に近づくんですから、それはいいんですか。どうぞそのブラ的発想ですよ。あ、新しい考え方、さらしとか。だからそのニップレスやったら、はいはい、ここだけやから、そのニップレス的なものの、うんうん、
ここだけやからあの形も見えちゃうじゃないですか、はい、でももっと大きな面積で覆うっていう、うん、ああなるほどね、うん、まあ一つ斬新なアイデアですねでも男性のブラジャーってだからさらし的なもんです、うん、いやでも男性用のブラジャーってあるんですよね。嘘、え、何を支える必要があるのよ。鍛えすぎた胸筋とかってことですか。そういやそれについて詳しく、いや男性用のブラジャーがあるっていうのを聞いたことがあるんですよ。そう、見たことない。見たことはないですけど、まあネットの画像とかで、うん、こう釣り革に男性がやってるシャツの後ろにブラの形が出てるっていうのはアウトじゃないですか。男性ブラとして男性ブラしてることバレたら男性ブラとしてアウトじゃない。それさ、男性ブラっていう商品名の何か違う目的を果たすためのなものなのかもしれないけども、カモフラージュなんじゃないその人の性癖かも分からへんけど、ただそういうのもあるっていうのは知識としてあるだけであって、それを乳バレの対策に使ったらさ、あの他の違う何かがものすごいバレてしまいそう。まあまあいろんなね、ちょっとすごいこと今思いつきました。どうぞ。これね、もしかしたらダックスさんがやったら億万長者になれるかもしれないですよ。提案が、乳バレ防止アンダーウェアっていうのを開発して商品化したら、乳バレしないような構造にしちゃうんですよ、もう、うん、T シャツを、うん、下に着る、うん、ここだけ硬い素材で、うん、あの乳首が、あのた、は、乳首の何突起がバレないぐらいの素材感に、ここだけあのグラデーション的に変えていくんですよ。他は柔らかいんですけど、ここだけちょっと硬いんです。それでいて肌触りが摩擦で痛いとかもないような風に開発するんですよ、うん、でた結構高めで売るんですよ、うん、これ絶対売れますよ、あの特定の人に、うん、これで多分あのほらあの修正液あるじゃないですか、うん、あのホワイトマーカー、うん、あれ開発したのって主婦の人がマニキュア塗ってる時に思いついて商品化して億万長者になったんですよ。はいはいはい。チクバレ、チクバレアンダーウェア、チクバレアンダーウェア、チクバレ帽子アンダーウェア、そもそもチックレス、うん、チックレスそれニップレスちゃうの。乳首取れ取れチックレスにしたら取れはい、ちょっとめっちゃ今さ、ごめんやけどザ三名様みたいになってるのか昔の流行ったあのなんかしょうもないでさ、実際そういう商品を探したことはあるの？あ、そうやな、確かになんか、いや、やっぱり、やっぱり行き着く先はニップレスなんですよね。行き着いたんや。でも無理やったんやろ。いや、僕はニップレスはまだ試してない。あ、絆創膏は別。絆創膏っていうのが家にある身近なものでニップレスを買うっていうのがちょっと恥ずかしい。はいはい、だから絆創膏で一回試したら、うん、ちょっと絆創膏もふにゃになると思うな。で、割と絆創膏って汗で取れるんですよ。うん、ああ。だからこっちはあれやけどこっちは出てるみたいなそういう。だからチックレスを開発したらいいんじゃない。チックレス。っていうでもマジで売れると思うよ。いや、チックレスが仮に、ね、うん、ここだけそのニットの素材感ちょっと変えるんですよ、はい、ちょっとそれで解決、それぐらいでもすでに解決すると思うんですよね、僕。でもここだけ密集密度高くして、まあ、一つちょっと横やり的な話なんですけど、はいはい、その出てるっていうのが人によって違うと思う、うんうん、何が違うかっていうと、僕は常に立ってるタイプなんですよ、うん、オールスタンダード、ね、オールスタンダードなんですよ。でもその摩擦抵抗によって、うん、あのこう突起してしまう人も中にはいてると思うんですよ、うん、摩擦で立ってくる人。いや、だからそれは開発するときに工夫するんですよ、そうならないように。試験というか実験なんならあのサンプルを取って、チックレスっていうアンダーウェアじゃなくて、うん、あのチックレスアタッチメントでいいんじゃないの。どういうもんですか、チックレス当たっちゃう。お手持ちのアンダーウェアに何か装着するようにさ、うん、はい、縫い付けるだとか、うん、そういう内側にアタッチメントを、はいはいはい、うん、それ男性用ブラジャーにあ、そうか。え、でもこれブラ線あるんでしょ、それじゃなくて。僕ね、だからさっきブラ線の話を聞いて思いついたんですよ。それをブラ線がないようにするためには下着や、うん、アンダーウェアやったらいいんかなって。スポブラ的な感じになってくるんじゃないですか、ね、
なんでここで切るのよ。だからここまで。なんでここで切るのよ。だからそこまで下、それも下まであったら普通に下着として、うん、アンダーウェアとしてあればいいやんっていうのが僕のさっき思う。そう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 。じゃあチックレス。チックレス。チックレス誰か商品化してくれないですかね。いや。だからダックスさんがやったら億万長者になれるから今すぐ今の仕事辞めて自分で起業したら嫌ないチックですね、うん、な素材は何がいい？レーヨンぐらいがいい？いやいや普通にニットでいいんやけど編み方ほらあのパンツでも、うん、あのボクサーパンツでも最近あのグンゼとかのいいやつで、うん、あのリブの部分が別素材じゃなくて、うん、同素材やねんけど部位によって編み方変えて、うん、全くのシームレスなんだけど質感が違ったり、うん、その締め付け具合が違ったりするものってあるんですよ、うん、結構柔らかくてこう柔らかくて、うん、あのストレスのない履き心地なんだけど部位によっては緩んだり締まったりしてるやつがあるんですよ、うん、その技術でいけると思いますよ、だからグンゼに入社したらいい。グンゼにプレゼンしたらいいんじゃない。うん、あ、なるほどね。ね。ご覧ください。こちらのチックレス。チックレス。まあグンゼかワコールとか。でもアパレル業界っていうかスーツ屋さんで働いてたから、あの会社に提案してみたら、その会社に。マジでマジで。マジでか、うん。下着とか扱ってらっしゃった。いやまあまあまあ自社ので作ってる、うん、何やったらユニクロもあれユニクロのあれだったらヒートテックエアリズムのちょっとまあ複製品みたいなもん、ああじゃあもういけるでしょうチックレスでも流行りだしたらですね多分パチモンみたいなのいっぱい出てくるんでしょうね、絶対出てくる ねえでもその別にそれはそれで普及してるからいいんじゃないですか。いやブランドロゴをやっぱり商標取ってあのダックダックでもマジでもうダックスさんじゃなくてもいいからマジでジキルさんでいい、ジキルさんでもいいからだってジキルさんもしかしたらルートを無理やり作れるかもしれないじゃないですか、その元会社に。元会社ってね、でもそれやったら普通に自分で作って、いやでも自分で作るのは生産施設とかないから、うん、資本もないから、うん、その前の勤め先のところに何とかルート作って資料プレゼン資料とかだけバッチリ作っていけば、うん、マジでいける可能性あるよねこれでデザインもかっこよくできると思うんですよ、ボーダー的な発想で、この辺結構広いボーダーと細いボーダーとかで、その部位によって編み方変えて、うん、あそんなことせんでもあれか、乳首が透けにくい下着ですっていうのをありそうな気もしますね。下着っていうか肌着。まあそれは後ですでにちょっと確かめるとして。そうやね。今何分ですか。確かめて。まだ18分か。確かめてあったらもう買おうよ。一回試しに。チックレスもうあったやんみたいなんで。あるかもしれないです、ね。チックレスあるやん。あるやんってなって、もうそれも買おうよ。そもそも論になっちゃいましたけどね。うん、ただその既製品のチックレスが僕に合うかどうかを、まあ、お二人に見てもらって。またそれを評論して俺ら下に見せられて見せられて、それをもとにまたいやここはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうのも出していけるかもしれないですね、うん、だからあのダックスさんの場合は、うん、もう今すでにあるかもしれないそういう系の下着、うん、チックレスに相当するようなものを試しても、うんうん、それよりそれでも消しきれない乳バレが起こるかもしれないじゃないですか、うん、そんなハードな乳バレも消せるぐらいのチックレスを開発すればいい。ハードな乳バレってなんというパワードなんでしょう。はい、まあ僕らはそのパワーがすごいあるんですよ、ね、うん、はい、だからそこはやっぱりね、で僕思うんですけど、まあ、ちょっと話それちゃうかもしれないですけど、はい、それさ、その乳首 あの突出力突破力っていうのは、うん、あの幼少の頃から、そのいや幼少の頃は多分そんなことないと思うんですよね、まあ、そもそも幼少の頃そんな意識しないで、意識してないですね。乳バレを意識し始めたのはやっぱワイシャツを着るようになって、ワイシャツとかまあ社会人に出てスーツを着てこうジャケットを脱いだ時にこれちょっと目立つ出てるくねってなって、そっから一度意識してしまったら人間ってやっぱずっと気になっちゃうじゃないですか。そっからもうウィズちょっとすいません、ちょっと
人生がもうウィズチクバレになってる。チクバレと共存していくっていう。なんかだんだんあのなんか辛そうやなって分かってきた、ちょっと。マジですか。でも分かってきた。そんなところで、うん、あの逆に YouTube 的な発想に、うん、U ターンしようかなっていうアイデアをもう一つ僕思いついちゃったんですけど、どうぞ発表していいですか。どうぞ。これだけ聞いてもハーってなるかもしれないですけど、まずタイトル言いますね、うん、あのウエスタンのカウボーイキャラになる、うん、はなるでしょ、うん、ウエスタンシャツって知ってるでしょ、うんうん、ウエスタンシャツは乳バレしないの分かりますよね、うん、だって両方にポケットあって、うんうんうん、しかもこのポケットがね大体あれって、ね、ポッチリスナップボタンが多いんですよ、うん、最近のだと、うん、絶対チクバレしないじゃないですか、うん、でもあればっかり着てたり仕事のスーツの下にあれ着てたら、うん、ダメじゃないですか。ダメダメダメ。だから徐々にウエスタンキャラを演出していく最終的にスーツの下にウエスタンシャツを着ててもきっちりしてるように見えるように持っていくっていう、うん、なるほどねどうですかなかなか斬新ですけど、ビジネスにおいてそれはいけるのかどうかってこと、ね、だからそれがいけるぐらいの地位を築くわけですよ回り道をして、ああ、うん、その地位を築くためにその過程でのいっちゃん早いのがチックレスを開発するやっぱりそこに境地はそこなんですね。チックレスで富を築いてどこに行ってもウエスタンシャツを着てもいいようになると。でもチックレスあったらウエスタンシャツ着ないですよね。そこが問題よね。そうですよね、うん、結局はやっぱりウエスタンシャツを着るためにチックレスを開発した結果でウエスタンシャツは着なくていいっていうことになります、ね、ウエスタンシャツじゃなくてもさ、うん、シャツ着てたらいい、大体いけると思うんやけど、いやシャツでもしますよね、わかるもん僕も、うん、あれはあのちょっとシワ加工のちょっとふにゃふにゃって、あリネンとかのやつ、でもそれこそビジネスダメでしょ、パリッとしてないと。あそう、うん、リネンワイシャツ、いやなしダメですよね。そうシャツ あれあの下着素材の、うん、下着じゃない、そのストレッチワイシャツ、うんうん、あれちくばれしないと思いますよ。ピンって貼るから、はい、するんであって、ワイシャツにかけてはね、うん、ストレッチのワイシャツはしにくい。うん、スーツでストレッチのシャツって着る？まあ伸びがあるっていうの。あのほんまにこんなんで。うん。だそれも結局ストレッチが効きすぎると出てくるけど、めちゃめちゃハードな逆にシャツを着て、貼るから、押さえつけたらどうなんかなとかって、ね、思ってますよ。あの今もうウロボロスの蛇が尻尾噛みすぎてぐるぐる回りすぎてわけわからん境地まで行ってるんですけど僕ら今、うん、あのぐるぐるします。ウロボロスの蛇って何？自分の尻尾は違うよ、自分の尻尾を食べてる蛇なんです。あぐるぐる回ってるんですよ。まあちょっと、ね、ちょっとだけまあ近いけど話題を変えると、うん、海外の、うん、あのその俳優さんとかって、うんうんうん、結構シャツとかでこう街中を歩いてるスナップ写真とかあると思うんですけど、うんうん、出てる人は出てるじゃん。出てますね。しかもなんかいい体格でこうやって歩いてる。あなたがお好きなあのサファリってやつでしょ。あそうそうサファリとかね。ああいうのっ てサファリ購読者なんですよねあなたね。あまあ今は読んでないですけどそうなん、僕だいぶ昔お聞きしましたもんね、うん、サファリとか好きで、ああいうちょっとね、今も勝手に頭の中にヒュージャックマンが現れてるんだけどああいう人らってこう別に意識してないというか、海外って多分そこまで、多分海外の人って、まあ僕の勝手なイメージかもわかんないですけど、シャツを着てる、インナーシャツを着てないイメージですよね。ああ、ね、ですね。まあ元来着てないですね。元来あのワイシャツ自体が下着、ね、下着っていう。そうですね、うん。で、まあさっきちょっとポケットの話もあったんですけど、海外のシャツってポケットないじゃないですか。ない。日本のポケやつはポケットないんや。元来はポケットがなくて。うん、もっと元来はこうワイシャツのこうよう知ってるな、さふにゃふにゃふにゃってなってるやん、うん、ふにゃふにゃふにゃってなって、はいはい、あれはこことここがつながってる、よう知ってるな、下着やったの。俺もそれ言おうと思って今やめとったよ、やめよう、また これ出るかなと思ってやめたんやけど歴史的にはそうやん、歴史的にはあれが一番下に着るものなの。そうなんですよ、知ってた、知ってた、あみんな知ってるんや。僕スーツ今作るのがちょっと仕事で結構、自分が作るんじゃなくて作りに行く側の人ですけど。どういうこと客側で、うん、
だから自分オーダースーツをオーダースーツとかをよく作ってて、自分で作ってる。でシャツとかのいろんなポケットがないやつとかっていうのを調べたら、もともとはこうつながってて男性の下着としてあったものですよ、だから気軽にジャケットとか脱がないんですよっていうのはちょっと知識としてはあったんですけど、まあまあ余談としてね、まあ脱ぐけどね、うん、全然脱ぐ、今現代やからね、今現代やから、うん、あふーんぐらいの感じ、ね、だから乳バレは現代病なんや、乳バレはね、そうだけもう今さみんな誰もこっち向いてないやんなんか普通になんかトークね、こっち向いて喋らなあかんもんな、乳バレー、でもまあまあ極論の話から僕からさせてもらうと、乳バレっていうのは、うん、いいことかどうかは別として、うん、悪いのかっていうところを最後にちょっと聞きたい。なるほど、悪くはない、俺はそう思う、結論、うん、ジキルの結論、うん、結論でもそのまあ例えば自分がパンツを脱いで股間部を見せてるとかじゃないでしょう、うんうんうん、ただ単に出ちゃってるっていうことが悪なのかという境地には僕はもうたどり着いてるんだよ、うん、あじゃあもう乳バレは積極的に別にしてでもいいかな、だから出てるでっていうのを最近はもうその境地に行って、あただそういうお二人もこういうのを聞いたらどう思うんかなっていうところもあったんですよ。僕は実はですね、あの僕も洋服大好きで、もう若い時からいろんな格好してきたし、いろんな服も着てきたし、いろいろあるんですが、僕は大体人からどう見られるかっていう観点が乏しい人種なんですよ、うん、ご存知の通り。でだからある時ある時期はブームで、うん、あの T シャツとかで乳バレはセクシー、そしてあのグレーの T シャツ、霜降りのグレーの T シャツで脇汗がめっちゃ黒くなるじゃないですか、うん、あれもセクシーと捉えて積極的にそういう風なことを自分的にはしてた時期もあったんですよ、うん、脇汗かっこええやないかぐらいの時期もあったんで、今はそういうタイプじゃないんですけど、うん、なんかそういう独自の視点があるので、はいはい、あの乳バレはあの見せ方によってはあり、でも見せ方によってはなし、うん、っていう個別の判断ですね。おしゃれな乳バレってあるんですか？あると思います。おー、うん、あの霜降りのグレーの T シャツで脇汗びちゃびちゃで乳バレしてて、でもかっこいいっていうのがおしゃれの乳バレです。でもそれにはそれふうになるには何が必要かというと、はい、その人自身がかっこよくないと。はいはい、そのかっこいいっていうのは自分らしく生きてるっていうのがにじみ出てるかっこよさなんですよ。なるほど、うん、ジキルさんどうですか？そのにじみ出てるかっこよさを得るためには、うん、あと5年、5、6年前なんかそういう姿勢で生きなあかん。え、5、6年足りない、10年。それはジキルさんが今ってことですか？これからそのかっこいい乳バレを手にするために、うん、鍛錬をどれぐらいの年月重ねなければいけないんだっていうことなんですけど、にじみ出すためにですよ、かっこいい乳バレ、あ、かっこいい乳バレっていうのを知らしめるためにどれぐらいの年月が必要なんですかって、うん、でもそれさ、今37、8歳の僕らからの 5年と18歳からの5年といろいろな5年あるじゃないですか。18歳から乳バレに取り組む青年ってなかなかねないと思うんやけど、まあ、僕が思ってるのは中年一般ということで、あの、あいつポロシャツ着たら乳首浮いてんねんって言うてるやつも多分浮いてると思うあ、なるほどね、うん、みんな乳バレしてると。そうしてる、なるほど、バレてないだけやと。そう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 、うん、みんなそんな乳バレにもっと反応せずに、うんうん、もう堂々と生きていけばいいんじゃないのかなって思うところで出していいですか？はい、はい、じゃあここで得たもの、得たもの、得たもの、うん、まあここは僕から先に言わせてもらうと、まあさっきもちょっと言ったんですけど、はいはい、もう僕はもう乳バレと共存していく、ウィズ乳バレ、ウィズ乳バレ、もう別にチックレスはいらんと。チックレスなんか、チックレスレスでいい、チックレスレスでいこうかなとっていうところで、で僕さっき言っていいですか？僕はあのチックレス開発して億万長者になってほしいなって思いました。うん、でソフトクリームを奢ってほしいな。なるほど、意味わかんないですね。ソフトクリームの動画ボツったもんな。
声音入ってなかった。ああそうやな。まあまあいいや。はい。ジキルさんは。まあ気にしないで。胸を張って。胸を張って。胸を張ったら。胸を張ってよりより乳バレしていこう。していこう。はい。というでもマジで、うん、こん中やったら。ジキルさんかなって僕思った。どういうこと？チックレスのプレゼン。でもそういう観点の下着、男性用下着なくない？乳バレしないアンダーウェア。見たことはない。探したこともない。うん。いやマジでマジで夏用しかも。だから乳首のとこ以外は薄くするっていうのが、うん、ほんまにないと思うやんか、うん。マジでちょっと考え。乳首の位置が結構個人差があるんじゃない？いやだからこの辺太めに取れば絶対みんな絶対ゾーンにいけるからそれ以外を薄くすることによって夏場涼しいアンダーウェアチックレスっていう、まあ、名前はもう100ポイズってもっとかっこよくしてもいいよそういや譲ってかっこよくするの僕はチックレスっていう名前好きやけどチックレスなんかし多分何々レスにしたらもうちょっとかっこよくなると思うよ、うん、マジでマジでありやと思うけどな。どっかのニット会社かもしくはそのもっと大きなも勤め前の勤め先とかに、なるほどね、ガチでうんガチでやありやと思うけどね。じゃあまあ一つ正規というか、うん、年商っていうか個人で1億2億いい締めていくよ。あすいません。はい、どうですか、正規は見えましたか。はい、まあ私はまあ共存していくところなんですけど、まあお二人の意見を聞いて、うん、まあチックレスの開発取り組んでいただけますか。取り組んでいきましょう。じゃあ最後にみんなで乳バレして終わりますか。まあ難しいか。いや難しいですよ。やめます、はい、やめますよそんなことは。はい、ちょっとこの状態でも乳バレしてるから。僕ね今日下にしてないからセーター着てるからね。乳バレしないっすね。いやしないしないしないしてないよ。さすがにこれでは無理やね。これか結構じゃあこんな感じで失礼いたしました。